マーシーアベニュー駅は、ブルックリンク・ウィリアムズバーグのマーシーアベニューと、ブロードウェイ交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、BMT ジャマイカ線の駅である。J 系統が終日、M 系統が深夜帯以外、Z 系統がラッシュ時混雑方向に停車する。ブロードウェイフェリー方面の線路跡駅は1888年6月25日に、ニューヨーク始発の高架路線である。 ブルックリン高架線の一部として、ブロードウェイフェリーターミナルからカナーシーへ向かう路線の途中に開業した。その後1908年にウィリアムズバーグ橋を通って、マンハッタン区への乗り入れを開始した。1913年に BMT ナッソーストリート線がチェンバーズストリート駅まで開通した。この路線は、翌1914年にマートルアベニュー線方面に接続した。 その後、デュアルコントラクト機に線路の容量が増強され、中央に線路を付設した。1954年には駅の拡張を行った。2015から2019年投資計画の一環で、階段、改札及び投降ホーム生誕の拡張を行う予定である。相対式ホーム2面3線の高架駅である。1962年以降、中央線は、 引き上線となり、定期列車の使用はない。この線路は、駅西側の車止めで終わっている。ホームには、緑の支柱に赤い屋根があり、外壁もあるがこれらは、ホーム両端になく、そこには、黒いフェンスがあるのみである。2005年にエルスワース・オースビーによって、A スペース・オデッセイと呼ばれる、アートワークが設置された。ホーム外壁のステンドグラスで構成される。駅の西で、 全路は、ウィリアムズバーグ橋を経由して、マンハッタン区へ向かう。東側に転鉄機があり、平日日中の J 系統と Z 系統は、駅の東で急行線へ転戦する。高架橋の高さが低いため改札はホーム会に位置し、各ホームに2カ所ずつ、合計4カ所改札があり、東西ホームで独立している。このため改札内で、ホーム間の行き来はできない。 各ホーム中央の改札からは、マーシーアベニューとブロードウェイ交差点に通じる階段が2つずつ、エレベーターが1つずつ接続している。産業ホームからの階段は、同交差点の北西と北東に1つずつ通じ、エレベーターは北西に通じる。東港ホームからの階段は、同交差点の南西と南東に1つずつ通じ、エレベーターは南西に通じる。 各ホーム生誕の改札からの階段は、ブロードウェイのヘイブメイヤーストリート付近に通じる。ありがとうございます。